キクさんみたいに思ったことをハキハキって伝えられるようになりたいな。なれると思う？ポニー。はい。あ、でも休みすぎちゃうと遅れちゃったりしませんか？そうですか。それなら少し安心です。はあ、ごめんなさい、つい登るのに夢中になっちゃって。いいんですか？ううん、ダメっていうか、私が何かおしゃべりするとうるさいとか何言ってるかわからないって言われたから、お兄さんにもそう思われたら嫌だなって。はわわ、お兄さん落ち着いて。さっき通り過ぎた大きい庭ってお兄さんにそっくりでしたよね。鼻筋と目元のところがうり二つで、私とキクさんみたいにそっくりだったんです。すごく可愛い岩だったんですよ。やっぱりお兄さんに写真撮ってもらえばよかったかも。あれ、お兄さん？私が反応に困っちゃった。でもそうやっていつも頑張ろうとするお兄さんはかっこいいよ。お兄さん、もう休憩大丈夫です。歩きましょう。はい、何でも話すんですよね。私、こうやって高いところからこの島を見るのって初めて。すっごく綺麗だね。うん。山登りって素敵だね、お兄さん。誰かと一緒に頑張って山を登って、そうやって着いた頂上って特別だね。すっごくドキドキしてワクワクするよ。誘ってくれたのに？はわ、うん、お兄さんと登れて嬉しかったです。表情、私どんな顔してたんで
ですか？お兄さん、それは肖像権の侵害とかストーカー防止条例とかいろいろ違反です。その表情がどんなものか気になるんです。自分で自分の顔は見られませんから。大事なものですか？あ、そうでした。忘れるところでした。お弁当食べてください。おにぎりとスープと、あと唐揚げと卵焼きとウインナー、ちょっとずつですけど、おやつ代わりだと思って。あのそんなに期待されると蓋開けにくいです。キリスト教の人ですか？あんまり褒められると恥ずかしいです。でも作ってきた甲斐がありました。こんなのでよければいつでも、その時はリクエストしてくださいね。準備はできていますよ。はい、お兄さんも気をつけて。お兄さん、大丈夫ですか？なんかあっという間でしたね。道ももう半分過ぎちゃったし。はーい。でもこのまま帰るのは寂しいな。でもお兄さんも同じ気持ちで嬉しいです。だからちゃんと元気に帰りますね。
それはもう通り過ぎちゃいましたよ。お兄さんもお疲れ様です。山登りすっごく楽しかったです。あ、それは多分キクさんに体を貸す機会が増えたからだと思います。いっぱい外を歩いているみたいですから。それに今日はお兄さんとお出かけだから、昨夜はぐっすり眠って元気をためてきましたから、お昼過ぎに待ち合わせだからお弁当も午前中にゆっくり作れましたし。ありがとうございます。そんなわけで今日私が元気なのはキクさんとお兄さんのおかげさまなんですよ。そうかな。ううん、そんなことないよ。今日は楽しかったし、さっきの言葉も嬉しかった。本当にありがとう、お兄さん。珍しいね、お兄さんが一緒に帰ってくれるの。ううん、いつも駅でお別れしてたよ。今日はラッキーだね。